現在調達されているパジェロベースの73式小型トラック73式小型トラックは1973年に採用された自衛隊の汎用小型車両である三菱自動車工業が製造するが現在は2種類の車両があるなお73式となっているが製造コストの削減部品の共通化民生品の活用の一環から2003年度以降 正式化対象から除外され、以後の正式名称については、1、2トントラックに変更された。1型はジープ、2型はパジェロの通称がある。日本国内で生産されていた自衛隊向け四輪駆動車で、1970年代、当時にジープのライセンス生産を行っていた三菱自動車が、それまで防衛庁向けに生産していた、 j 三 k や j 五十 k をベースとした一四トントラックの後継者として防衛庁の要求に合わせて積載量の向上を図りミドルホイールベースの j 二十四型を改良したものである運輸上届での形式は一四トントラックが j 五十四 a 七十三式項型トラックはエンジンの違いで j 二十四 a 二十三 a 25A となる。マニュアルトランスミッション副変速機付きトランスファーを持つ。また、エンジンの始動はキーで行うが、停止はキーを抜くだけではなく、初期型から中期型までは、キルスイッチ、最終型は、キーオフでもエンジンが停止可能。他国の軍用四輪駆動車と異なり、ベース車の標準装備である、シガーライターと灰皿がそのまま装備されている。派生型として、 60式 106mm 無反動砲や64式対戦車誘導弾を搭載した車両のほか、回転灯とサイレンを搭載し、緊急車両指定及び白色塗装を行った刑務対応車両がある。車両後部には各種機関銃を備え付けるための銃座を取り付けることができる。屋根がないので、刑務対応車両は軽光灯をフロントガラスの枠に増設した。 ブラケット止めにしている。また、一部新型と共通するが車番により、使用目的が異なり、01は通常使用、例2は対戦車ミサイルや無反動砲などの装備下き類を搭載した車両となり、かつては03ナンバーの車両の車両も存在した。無線機を搭載する場合に関しては、運転席後部の座席を畳んでその部分にアタッチメント装着による、 無線機設置のほか、運転席及び、助手席後部の席両端にまたぐ、溶板状の部品を取り付けした後に運転席後部に、無線機を取り付ける例もあり、この状態では、乗員は、基本的に4名乗車を基本として運用している。市販型三菱、ジープのミドルホイールベースモデルである、J、J-20K は2型の登場で、生産中止となり、ショートホイールベースのみが、 j 5 0系として生産され続けていたが、1997年の生産終了に伴い、この先、補給部品の確保についても混乱が予想されることから、対応年数が規定に達した車両は、走行可能な状態であっても、廃車とし、そこから部品を調達している。現有の車両も車番が4000番台の最終型のみ、部隊で運用される状況となっており、 装備火器の運用上必要な車両を除き、一機は近年中に退役する方向である。旧式化が目立ち、排ガス規制などにも適応できなくなりつつあったジープタイプに変わり、1996年からは2代目パジェロが、ベース、新型装備ではなく、あくまでも旧型車両の更新であるため、複数メーカーによる競争入札は行われていない。 73式の故障が引き継がれたものの、正式名称がいつまでも73式小型トラックではさすがに問題があると判断され、平成13年度の導入者からは1、2トントラックに変更となった。リアエンドパネルにアクセサリーソケットと左右ドアに灰皿を搭載したほか、災害情報収集のため AM、FM ラジオも標準装備されている。また、 民間向け車両の部品を流用したことから、エアコンのような快適装備も引き継がれ、冷房可能なエアコン搭載車となるが、電装系は民間向けパジェロの 12V 仕様に対し、防衛省向けは 24V であるため、操作パネルは同じながらも中身は別物である。国土交通省届での車両形式は V16 バイトとなっているが、生産された順は2代目パジェロの後となっている。 テールレンズは、初代パジェロのものを流用。ドアのアウターハンドルには2台目ミラージュ、およびランサーのものが流用されている。機関形式は 4M40。方向指示器および、ライト切り替えスイッチは、手袋などを着用した状態でも操作しやすい様、ま、旧型に類似したものを使用しており、ライトの点灯は、ロータリスイッチとライトスイッチの操作が必須となる。 上降性の改善のために取り付けたサイドステップのため全幅が1.7メートルを超えたことで小型故障ながら実際は普通貨物車扱いとなったことで高速道路の通行料金は1ナンバークラスの中型料金であったが後に普通料金が適用される小型貨物車枠に収まるよう改装された変速機はロックアップ機構を省いたトルコン式 AT で 市販型パジェロの2代目車両となる J トップの専用タイヤであった18インチの体系タイヤを装着し、デフロック可能なセンターで不思議フルタイム4区機構のスーパーセレクト 4WD を備える。不正地層派生は旧型と同等程度の性能を持つとされるが、前輪がリジットから独立喧嘩となったことで操縦安定性は向上した。タイヤ径の拡大により、地上高、 特にアクスルデフシとの最低地上高が増大している。車体後部にトレーラー牽引用のピントルフックを備えているが、車両が小型、軽量でエンジン出力も決して大きくないことから、牽引できるのは陸自の装備品では1、4トントレマイナスラまでであり、重量物の運搬、牽引は高機動車が担う。固有の搭載価値はなく、 左右ドア内側に64式 7.62mm 小銃もしくは89式 5.56mm 小銃を固定できる小銃取付具が取り付けられており、また 5.56mm 機関銃ミニミ、12.7mm 銃機関銃、M2 などの各種機関銃、対戦車ミサイルなどを搭載することが可能。誘導弾や通信機器の搭載専用車両は2内市3名で、 運用される。基本型は6名の乗車が可能だが、旧型が後部扉から乗降する後部4名に対し、新型は最後部第3席は対面2名乗車であり、残りの2名は前席後部第2席に運転席及び助手席のシートを倒して乗降する。指揮官車など通信機材が積載された車両に関しては中間にある第2席右側を前方に倒し、 第2席用無線機課題用台座を設置するため5名乗車、第3席用無線機課題用台座も取り付けた場合は4名乗車となる。だが近年は無線機が小型化され、右側リアホイールハウス上面の範囲で搭載できるようになったため、無線機を搭載していても6名乗車可能である。初期型は従来よりも予熱に時間がかかるため、当機のエンジン始動に時間がかかる。 現在はバンパー状にあったフォグランプをバンパーに埋め込んだタイプが納入されている。2014年頃から V17 バイトの納入が始まりインタークーラーがフロントグリル下部に移設、専用グリルも追加され、ボンネット状にエアインテークがなくなりフラットな形状になった。期間形式は 4N15。ホロの形状も初期型と現行型では使用が異なり、素材変更及び、 ロイド部分の大きさ変更やバックドアカーテン、リアカーテンのウィンドウカーテンがファスナーにより取り外すことが可能となっている。イラク派遣で使用された際には三菱自動車が防弾能力を持つ付加材1、2トントラック用という物品を納入しており防弾処理が施された。詳細は73式小型トラックに関連する作品の一覧を参照。 ありがとうございます。